こんにちは、豊中市長の長内です。豊中市は9月をいじめ予防強化月間としています。いじめを絶対に許さないという強い思いのもと、相談体制の充実に取り組んでいます。学校でのいじめ防止や相談窓口について、児童生徒課の石田さん、子ども相談課の出口さん、よろしくお願いします。はい、いじめの内容は冷やかしやからかいなどが多くなっており、令和3年度は私立小中学校で848件を認知しました。近年増えている SNS によるいじめの事例では、誹謗中傷の書き込み、仲間外れ、当事者が嫌がる写真の投稿などがあります。いじめの防止は、いじめに関する感度を高め、未然防止、早期発見することが大切です。保護者の方や周りの方で解決が難しいなどお困りのことがありましたら、相談窓口をご利用ください。また子ども向けの相談窓口も開設しています。フリーダイヤルで24時間いつでも電話をすることができる子ども専用電話相談豊中っ子ダイヤルや、 LINE や私立小中学校のチャットで相談できる窓口豊中っ子 LINE です。話すことで解決のヒントが見つかるかもしれません。お名前などは言わなくても大丈夫ですので、ぜひ相談してください。豊中市では現在、保護者や地域の皆さんに見ていただけるよう、いじめについて考える子どもの SOS を見逃さないためにの動画を配信しています。この動画で子どものちょっとした変化に気づくポイントや、子どもが相談しやすい環境づくり、いじめが分かった時の対応方法などが学べます。ぜひご覧ください。すべての子どもたちが笑顔になる豊中市にしていきましょう。